どこから出てきたこれ。わーい、読んでない。君読んでない。君読んでない。読んでないよ。え？あ、手がいっぱいいるね。あ、手がいっぱいいる。困ったことに手がいっぱいいるわ。触れるのがロアの実というすごい中途半端さは何だろうね。もうちょっといただけるもんがあってもいいんじゃないか？全体的におもてなしマインドがね、足りてない。かの滝川クリステルさんを見習ってほしい。まあ今頃いろんなことを後悔してそうな気はするけれど、そこはそこ、ね、これはこれ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きをやっていきましょう。前回はこのカーリアの書院というところをね、散策しまして、その後、この辺りで歩く霊廟絡みでね、墜落死をして、で、どこで終わってましたので、その続きからですね。で、今私どこにいるかっていうと、こちら。以前ちょっと来ましたカーリアの上官ってところにいます。さあ、股間ドアップから始めていきましょう。で、前回行った時ね、でっかい手とか出てきて、なんかね、炎が弱点っていうヒントが出てたんですけど、まあその時炎のいい感じの魔法とかなかったんでね、手も足も出ず逃げ帰ったんですが、ちょっとね、この炎系の、なんだっけ、これ、祈祷か。祈祷をね、まあ学びまして、さっきちょっとテストしたらね、割と、まあ、いけそうだったので、今回はこの辺りを探索していきます。で、一回ね、大きい手とか倒しちゃったんで、あそこは無理してね、倒さなくていいかなと。また倒してもね、多分アイテムもらえないんで、まあ、適度に散策しながらやっていきたいと思います。奥も行ってないんだけど、ちょっと左手回るっぽいから、今度左手行ってみようかな。キーコーフィングを変えてしまってね、おーいやられた。そういうことか。ローリングとね、ジャンプを逆にしたんですよね。おい、ちょっと待って、死ぬかもしれん。死ぬかもしれん。死ぬかもしれん。おいおいおい。あ、死んだ。動作を間違っている。なんか逆の方がやりやすいんじゃないかなと思って入れ替えたんだけどさ。あそこ死んだね。普段だったらね、×がジャンプで、丸が ローリングだったんですけど、今ちょっと逆にしてるんですよね。やられたなぁ。やられてしまったなぁ。ちょっと首なし騎士呼んどこうかな。出だ。あの辺りにいるんだよね、きっと。ん？遠くはターゲットが出るけどなぁ。これ出ない。これでも、あ、よく見たら爪出てるじゃん。爪出てるけどさ、これ、どうにか、引っ張り出せる。あ、引っ張り出せるわ。危ない危ない。ルーテルさん、ルーテルさんお願い。火投げが、あ、そうだ。FP が足りないんだ。OK。ほらね。おっ痛い。あ、プラットフォームのダウンロードが終わった。ええー、嘘強いな。割と倒せたんだけどな。よかったよかった。これわざわざ倒さなくてもいいのかな。いや、でもな、欲しいもんな。いや。なんか魔法打ってくるな、こいつ。激しいな。今のうちにアイテム取ろうかな。あれ？でかいのは？あ、いた。おうおうおう。はいはい、邪魔だ。いや、君、やりすぎだよ。あ、逃げるか。よし。倒してくれたのはいいが、全然だな。ここは誰か死んでるのか。あ、いた。あ、いた。あ、ちっちゃいのはまだ許そう。
ルーテルさんと二人パーティーで行かないと。ちょっと、きついぞ。睡蓮？上？上？ちょっと待って、上、上ってそういうこと。上ってそういうこと。やだな。届く？届いた。あったあったあった、落ちた。今なんかザコいなかった。ああ、ちっちゃいのもいる。うざい。え、ちっちゃいのどんどん湧いてない？どっから出てんの？アイテム？あ、装飾の探石は嬉しいね。地味に嬉しいね。ん？あ、ここ行けないか。ウェット教えてくれた人ありがとう。ほんと。助かるわ。ちょっと意味もなく薬飲んどこうかな。こっちは、ないか。ルーテルさんもありがとうね。おい、いや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 、はいはいはい、はいはいはい。埋まりすぎでしょ、地面に。全然油断できないんだけど。ただここなんか、明らかに正規ルートから外れ、でかいのいるじゃん、でかいのいるじゃん。戦いたくないわ。あ、いるじゃん、めっちゃいるじゃん。え、いすぎでしょ。もう。あ、やばい、ルーテルさんが消えた。ルーテルさんがやってくる。おい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 、読んでないってあなた。あー、いっぱいいるね、いっぱいいるね。あー、嫌になるぐらいいっぱいいるね。やるかも。こっち来い、こっちにおいで。はい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 。おい、ちょ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 。わーい、なにこれ。やめて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 、そういうのやめて。あー、危ない危ない。あー、そういうのやめて、そういうのやめて、そういうのやめて。あー、そういうのやめようね。マジでやだ。ふざける、舐めるのも大概にしろ。よし、待って、さて。多分、正規ルートから外れてやってきてるから、こっちが本来の流れなんだろうか。できれば、ペトの遭遇は最低限度にしたかったんだが、結局、避けては通れないのか。上にいるんじゃないか？いないか。こういう時、喜びさんで入ると上にいるんじゃないか？私のセンサーが、ん？なんか雰囲気変わったな。まずはよくやった。そろそろ祝福出てきていいよ。ああ、どなたですか？ラニ様、ずっとお待ちしておりました。どうか王家の復興、カーリアに満月あれ。ラニ様。これ何？あ、この絵画は持ってけないんだ。たまにボルヤとかに貝がありますもんね。隠し扉とかもなさそう。祝福は？いや、祝福。あ、ある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 。あった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 。よかった。そしてうっすら気づいていたけれども、青い薬と赤い薬のバランスがおかしいね、今。私多分。聖杯瓶の振り分け。あ、そうだよね。青がめっちゃ多くなってる。こんぐらいかな。なんだこの上。何かあるか。これは？遺体を漁る。ん？どこに遺体？ああ、この下に遺体。
それは気づかない。おっとっとっと。どこか上に上がったりはできない？なんか上がありそうなんだけど。階段とか隠し通路とかない。ここは？なんか高低差がありますね、結構。なんか出てきた。何あれ。何君ら。めちゃくちゃ硬いわけじゃない。めちゃくちゃ硬いわけじゃないけど、うざいな、地味に。はいはいはい、湧いて出た、湧いて出た。まあ手よりはいいんだが、幾分か。これがカーリア騎士ってやつか。はいはい。はい。危ない。倒されるわけに、なんか落としたか。あー、探石。こちらは？この先、罠がある。罠。うん、何何？あ、そういうこと。そういうことか。そういうナチュラルな本当の罠か。あっちも行ける。こっちは？誰か死んでんだけど？何何？何かと戦って純粋にやられたか。上はいない。下はいない。なんか死んでる。なんか死んでるぞ。こいつは？何かにやられている。いない。いないぞ。何にやられた？あれ、いない。あら、何もいないのになんで誰にやられたんだ？落ちたのか？普通に。なんか俺普通に落ちてんね。ん？何にやられたんだ？あそこに降りて、なんかチカチカ言ってるね。左手から落とするから、あそこ飛び降りてもいいのかな。気になる。何か飛び降りてもいけそうな気がする。おい、来た、罠か。これでも一応ね、ちょっとは警戒してたんだよ。はい、来た。あ、そういう出てき方もありか。あ、やばい。2対1やばい。そういう出方もありか。段階的に出てきた。おっと、後ろからなんか来る。後ろからなんか来る。マジ？え、いつの間に？ああ、安心させといて、そういうパターン。おっと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 。これやばいやばい。そういうのありか。それやだな。岩石弾しよう。よいしょよいしょ。いや、君らさ、近いよ。あ、いた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 。あ、危ない。俺は地味にやられるな。他にもいるな、多分。うわぁ、まだいる。うぜぇ。この出現の仕方はうざい、純粋に。なんだこいつら。いや、邪魔だよ、お前ら。どういうつもり。あー、なるほどね。こうやってすり減らされたのか。
なんか落とすんな。行くか。え、危ない危ない危ない。ん？どっかでスカラベの音するんだが。いない？ん？まだだいぶ先？飛び降りたの間違いかな。よいしょ。こっちのルートもあり？こっちは何かいますか？何かありますか？飛び降りるだけか。カーリアってなんかこう魔法を使う家系なのかな？あ、でもなんか宝箱ある。なんだ？夜と炎の剣。これ多分内側からしか開かないパターンだよね。夜と炎の剣。どんな武器？俺装備するには、知力24、信仰24、高っ。まあまあ、でも手が届かない感じではない。強いのかな？ん？どこから出てきたこれ。わーい、呼んでない。君呼んでない。君呼んでない。呼んでないよ。え？ちょっと待って、これどこが、どっちに向かってんの私。今私どこに向かってんのこれ。あ、手がいっぱいいるね。あ、手がいっぱいいる。困ったことに手がいっぱいいるわ。なんか盾手に入れた。標本のなんとか。あと、こんなとこにスカラベ。なんかこいつやばい気がする。こいつなんかもらっといた方がいい。いやでもなんかもらった。なんかもらったぞ。危ない危ない危ない。私はどこに向かえばいいんだ今。ちょっと待って。今どこにいるの私。ちょっと、落ち着いて地図とか見せてもらえないこれ。これ入り口。上官。さっき上官仮装ってとこにいた。おとなしく上官仮装から戻ればいいのか？なんだ？表記、おお手がいっぱいいるのね。どうも。ちょっと一回、なんか落ち着きたいんだけど。一回落ち着きたいんだけど。ダメかい？一回落ち着かせてくんないか。頼むから。一回祝福あたりで落ち着かせてくれないか、私に。そうじゃないと心が休まらない。なんかこの剣が取れたのは大きかった気がするな、後々のこと考えると。で、多分、さっき通ったとこに戻ってるよな、これ。そしたらまた手がいるんだよね。手がいるよね。はい。いるね。あそこには、あそこにはなんか、危ない。その手はどうせ燃え尽きるか？燃え尽きない。ああ、そっか、お前の技そうだったな。忘れてたわ。ああ、やばい。やばいやばい。死にたくない。死にたくない。死にたくない。決勝瓶欲しい。はい、決勝瓶取って、ちょっと一回抜けよう。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 これはちょっと駆け抜けた方がいいかもしれない。よいしょと。でだ。あいつこっち来ないだろ、どうせ。どうせ来ないよね。ほらほら。ほら、どうせ来ないだろ、お前。もう来れないよね。わかってんだ。お前こっち来れないだろ。ほら。ほら、炎くれ。よし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 。うん、ありがとう。美味しいです。よし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 。振り出しに戻ったというか、一回、祝福に戻ってくる。よしよしよし。
これで聖キルドを目指そう。一回一度さっき寄り道しちゃったから多分そっちは行かなくていいので、今度は普通に進んでくルートかな。おっとろ、あー危ない危ない。お前それ巻くのやめてくれないか、本当にムカつくから。おい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 、はいはい、こんなに私のこと好き。そんなに好意をね真正面から浴びせてくれなくてもいいんだよ。おい、出現タイミングはよくわかんないな。なんかよく見たら罠ってこんな剣が突き刺さってたんだね。気づいてなかった。じゃあこっち側かな。はい、来た。はい、落ちちゃった。落として倒すってのもありなのか。どっか前か後ろかと思ったら前か。なんか罠が張ってある、罠が張ってある。あー、いつも来た。わー、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、分かったちょっと待って。4は無理。危ない危ない、4は無理。ん？来ない？来たぞこいつ、来たぞ。1来たのはあれ？いや、2来てるじゃん。1来たかと思ったら2来てる。いやいやいや、それダメだわ。あ、やばいやばい、それはダメ。危ない。あ、落ちる、やばい。あー、さようならそれはダメでした。いやー、ここはちょっと通り過ぎた方が良かったかな。通過したタイミングで出てるのか、それとも何か、ん？まあ、1だな。こいつは1だ。危ない。それ嫌い、マジで。危ない。うっかり忘れてた、罠に引っかかるとこだった。危ない。え、普通にやられた。普通にやられたわ。あら、こっち来いや、おとなしくこっち来いや。なんでお前罠引っかかんねえんだよ。わおわおなんで人にしか反応しないの。敵にも反応してよ。卑怯でしょ。あら？あいつなんか。罠、はい、はい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 、それダメ、ほんとそれダメ。マジか。で、まだ奥がいて、奥がいて、あいつ出たな。
あ。で？でだ。でだでだ。こっからが？もう一体出たのは？もう一体出たのはあれ、弓兵か。弓あれ。両方弓？両方弓かあれ。チェアだな。すげえやりづらいじゃん。あ、違う。そっかそっか、そう思い出した思い出した。ここで読んでるんだ。じゃあダメだ、やっぱり。戦ってるのが、なんかもったいない時間が。一気に行こう。なになに？さっき昇降機がある？はい。敵は？来ない？来ないのか？なんかしれっとアイテムあったりする？しれっとアイテムあったりしない。だとしたらこれやっぱり通り過ぎていいよね、一旦。行こう。この下とかになんかあったりしないか。すごいいろんなことが疑いたくなってくるけど。一旦次なる祝福をって思ったらめっちゃあったね。嬉しい。なんかルーンをすごいいっぱい捨ててきたけど。まあしょうがなかろう。よくやった。ありがとう。なんかすごい地味に嬉しいから、よくやったって言ってくれた人に俺言っとくか。評価。なんかこれをしとくと、メッセージ書いてくれた人に、なんか回復が行くとかっていうのを教えてもらったんで、たまにはちゃんと評価しとかないとね。お？でっかい狼みたいのがいる。助けてくれ。みんな助けてくれって言ってる。あのでかい狼みたいな何？あとあそこにあるの絶対聖杯瓶とかパワーアップさせるやつだよね。ちょっと待って、一回聖杯瓶のやつ取り行こう。一回取り行こう。でだ。やっぱり。で、これがどれぐらい強いのかを一度見よう。結構、落とせた。めっちゃ強そうだったけど落とせたわ。ラッキーラッキー。普通の狼さんではなかったっぽい。何？この先扉はないぞ。何？これが扉に見えるってこと？確かに。なんか作りがちょっと不思議だった。なんかもう一匹狼さんぐるぐるしてるよね。してるわ。してるけど、多分、聖杯瓶パワーアップできそうなんで、ちょっと待って。ごめん。ごめんね。危ねえ、入ってくる。入ってこないと思ってたら入ってきた。聖杯瓶が、回復量高めるだろうか。いけるんじゃない？違う。使用回数を増やせるのかな。よし、使用回数増えた。瓶の振り分け、6、3。これぐらいでいいかな。今の狼は、倒せる相手か？普通に戦って。後ろ向いてくれてるやつはいいけど。強そうだね。なんか強そうだよね。やつを倒すことによって私に何かしらの見入りはあるのか。それ相応の美味しい何かはもらえるのか。そこが問題だから、一回やっとこう。強い。硬かった。出血ありがとう。ただ
何ももらえない、何ももらえない割に奴らはうろついている。この先はしごが有効だ、つまり左で、だが私は見つけてしまった、あそこにアイテムがあること。ああ、あの神さん、なんであんなとこで止まってんだろう。見張ってる、見張っちゃってる、見張っちゃってる。狼さんに気づかれずにアイテムだけゲット。そういう人生を私は歩みたい。データ何個壊せるけど特に意味はなし。でかい何かとちっちゃい何かがいる。でかい何かとちっちゃい何かがいて、とっても嫌な感じ。忠告通りはしごに行ってみよう。これはあれだよ、多分急がば回れってやつだね。こういう間男的な動きはすごい得意。くれるのがロアの実というすごい中途半端さは何だろう。もうちょっといただけるもんがあってもいいんじゃないか。全体的におもてなしマインドがね、足りてない。かの滝川クリステルさんを見習ってほしい。まあ、今頃いろんなことを後悔してそうな気はするけれど、そこはそこ、ね、これはこれ。やっぱ一撃の攻撃力はおそらく大幅に足りてんだよね、今私。これ明らか強そうだね。あ、なんかうろついてるぞこいつ。こいつ気づかれてるな。これは生身か。なんかあの生身の人間とあの霊魂みたいな騎士との違いがよくわかんないね。どういう基準で出てきてるのか。ああ、またいる。あなたも生身？痛い。生身のが強いな。おうおう、マジか。強い強い。危な。え、ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした。巨人が来てた。ん？ああ、いるな、いるな。あれは多分上から攻撃するために待ち構えてんだろうけど。残念ながら私は今そこにはいないんだ。私はなぜならあなたの後ろにいるからです。ごめんね。常に人の裏を書く人生を生きていきたい。こんなのダメでしょ。何それ。何その棒は。あいつ何？どっから湧いてきた？あんなやついた？おっと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 、私が死ぬ。普通に死ぬ。あなたどっから湧いてきたの？そのズタ袋みたいなドラクエに出てきそうな装束は何なの？氷結晶の木の芽ってやつがいっぱい手に入るんだけど、そもそもこれ何なのか分かってないから私。消費アイテムか、これか。育つことのなかったワカメが、氷結晶化したもの。アイテム制作に用いる素材の一つ。寒冷地で広く見られる。ここ寒冷地なのか。そもそもそれがよく分かってない。敵がいるんじゃないか。こういう時は敵がいるんじゃないか。右を目指せ。右、右、あ、そっち。結構入り組んでるね。この先魔力がある。そっちを行けと。うん。で？で、こっちに飛べってこと？あれ、落ちてってるけど戻れなくなってない？これ。地味に。え、壺がいる。
ツボがいるな。よくやったはいいんだが、え、あれはでも、あ、ちょっと待って、選択できないってことあれアレキサンダーさん、違うアレキサンダーさんじゃない、ちょアレキサンダーさんじゃないじゃん、アレキサンダーさんかと思ったのに、ただの敵対ツボだよ、敵対ツボ、敵対ツボっていう考えもよくわからんが、凍結投げや、ちょ待って、ちょツボだらけ、ツボだらけ、心が落ち着かない、これは機微ツボ、まあツボもあるだろうね、こんだけツボがいるんだから、でっかいやつ落ちちゃった、まあせっかくだから狩るか、小坪くんに会った後だからなんか嫌なんだけど、まあ回収できるルーンは回収しとかないとね、のしのしのために、いっぱい来るよ、なんか切ない、こんなに壺割ってていいんだろうか、後々なんか壺村に行った時にいかなんか嫌われたりしないかな、壺がどんどん破壊されていくよ、両親が若干両親が痛むようになってしまったな、なんせだ、まあ割と枯れたけど、多分こいつには火は効かないんだよな、あんまり感覚的には、多分こう衝撃が痛いんだと思う、あら、これ落ちたりしない、これで、よし割れた、勢いよく割れた、ルーンはいただいた、息壺の破片ね、ごめんね、なんか本当に壺は動き出すまではターゲッティングできないんだね、なるほど、彼らそもそもなんで動けるんだろうか、前はあんまり気にしてなかったけど、息壺の破片、そういえばこの叫び声頭素晴らしいとかってこれ何になるんだろうな、素晴らしいって声を発する、誰かを褒めないといけないことがあるってことかな、息壺、息壺、死後硬直した生きている壺の破片アイテム、制作に用いる素材の一つ、それは禁地の力を秘めるとされ密漁の対象であり高値で取引される、じゃあ壺村って、おっとっとと、その密漁者から隠れるための場所なのか、あ、ちょっと待って、私積んだんじゃないこれ、積んだ、あぶね、ちょっと待って、おい、ちょちょちょ、おー、え、これ積んでないこれ積んでない、積んでるよね多分、え、危な危な、積んでる、え、ちょっと戻ろう、多分積んだ危な、いや本来はどこに行けばいいな、これ本来の行く場所がわからん、ここに降りては来たもののどこに行けば正しかったの、ん、ちょ待って、これ行くとこなくない？あれ？あれでれ？あれ？あれれれ？ちょ待って、あれ？おかしくない？おかしくない？行くとこ。ちょ待って、挟まってんだ。挟まってんじゃん。やられた。普通にやられてんだか。ああ、死んだ。最悪。6000落として、
とりあえずあれ倒すか。さあここまで飛び降りてきたんだが、実際ここを降りてきて何かいいことはあるのか。ただ単に壺を撲殺しルーンを失っただけな気がしている。何か見落としているんだろうか。私は大事な何かを見落としているのか。ああ小壺くんたち、ああ小壺くんたちが立派な壺に育つかもしれなかった小壺くんたちを私はただ単に殴り殺しているんではないか。ひとしきり殴った、ひとしきり粉砕して降りてきた。その先にあるのはまだ目覚めてない小壺くん。もう一体の小壺くん、どこですか。何がある。魔力があるって言われてきた。魔力？ん？え？どこに？さっきここに落ちてはまりかけたが、あ、こっちか。こっちは？ん？あ、こっち？ここ？ここか。なんかあるぞ。なんかあるぞ。しれっと言ったら気づかれないとかじゃないか。そういうわけでもないか。ちげえ。ただの期待石だ。ちょ待って、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 みんな。話せばわかるんじゃない？話せばわかると思うよ。この下も行けそう。行けると思う。よし。勇気で降りてきたよ。勇気で降りてきた。あー、ついてくる。ついてこなくていい。こっち来ちゃう？来ない？来ないか。え？美しい。なんだこれか？グレートカーリア。なんだこれ？戦灰。武器に戦技と属性を付与できる戦灰。武器、不要戦技は以下。不要属性は魔力。戦技グレートカーリア。カーリア王家の象徴とされる戦技。剣心を魔力の体験とか終了試し用で2段階に強化される。あれこれなんかについてた気がするな。ただまあまあまあもらえたのは嬉しいが、これは結局回り回って戻って、おーちょっと待って今危な危な危なえ、はいドサンつったね、ドサンつった。あまたここに降りてきたのか。なるほど。あーこれすごいね、こうなんていうか高低差を生かした構成というか。あいやいや危ない危ない危ない、うまいことできてらっしゃる、うまいことできてらっしゃると思うよ。これで最初のところに戻ってきたんだね。あーというところで、ちょっと待って一回こっちに戻ろう。じゃあ上層まで戻って、ちょっと時間が長くなっちゃったから今回はここで区切りにしようかな。はい、では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。じゃあね。